主人に実は毎日毎日1週間飲んでもらったんですよ。そうしましたらどんな結果だったかと言いますと、なぜこのお水を飲むと短期間で集中して痩せることができるのかっていうその理由をお伝えしていきます。はい、痩せるポイントはね4つあるんですよ。まず1つ目です。腸内環境が整って根本的な痩せ体質に生まれ変わることができる方。そして2つ目、代謝がアップします。なので燃えやすい体になるということですよね。そして3つ目、血行促進。これも大事ですよ。血行促進されると結果代謝も上がって、まあ、脂肪どんどんね燃やしてくれるっていう形になります。あと最後、デトックス効果も高い。これも大事ですよね。溜まったままですといくらダイエット頑張ってもいけません。まずは断捨離、大掃除をしてあげてからということになります。なのでこの4つのポイントを抑えたお水が結果短期間で痩せることができますよということになるんです。では2つ目の項目です。一体何を飲めば短期間で痩せることができるんですかということで、もうそれはですねざっくり大まかに言いますと天然水です。天然水を飲むことが痩せ効果につながるんですよね。なぜかというと腸内環境が整って血行が促進されて代謝もアップしてデトックス効果も高くって、しかもミネラルが豊富に含まれているのがやはりね天然水ということになるんですね。そこで今回短期集中でどの天然水を飲めば短期集中のねダイエット効果を得ることができるんでしょうかということで、私が選んだのはこちらのお水になります。見えますでしょうか。あのフランスのですねコントレックス村で取れるお水、もうそのまま名前コントレックスになるんですよね。で実は私このお水数年前に一時期こう流行ったお水ですよね、こう痩せ効果が高いということで流行ったお水で、その当時も飲まれていたと思うんですけれども、また最近ですねこのコントレックスのお水が痩せるということで話題になっているということでしたので、と今回ですね試しに私も飲んでみました。そして実は私はですね今の実はベスト体重キープできていて、この自分のですね体調体型をやはりキープしたいっていうのがあるので、今回私はですねこう痩せるために飲むっていうよりはどれぐらいその健康効果があるのかなっていう意味で飲んでみてたんですね。ただやはりダイエット効果も知りたいなと思って、実は今回私の主人にですねこのコントレックスのお水を1週間飲み続けてもらったんですよね。あるものをちょい足しして、そうするとですねすごい結果が出ましたので、また後ほどお伝えしていきたいと思います。でこのコントレックスっていうのはですね日本の、まあ、天然水と違って、まあ、日本の水ってほとんどですね軟水なんですよ。だから飲みやすいんですよね。もうごくごくとこの喉越しがよくってこうまろやかで私も大好きなんですけども、これはその逆です。腸がつく香水ということで、多分ねこれを飲んだ方もう一度ね味わったら分かると思うんですが、まあね飲みにくいんですよ。あのなんていうのかな、こう味が重いヘビーなんですよね。こうサラサラゴクゴクっていう感じじゃなくて、こうウグって感じなんですよ。なので私最後このね3つ目の項目で飲みやすい痩せ効果をアップさせるレシピ作ってるんですけれども、もちろんこのままね、いや先生私この味全然 OK という方はこのままでもいいんですけれども、ちょっとねあの飲みにくいのがこの超香水なんですね。でもその香水だからこそ何が軟水と違うかって言いますと、あのマグネシウムがものすごくね含まれているんですよね。やはりこのマグネシウムとか、まあ、カルシウムもですねこれあの 500ml なんですよ、これ1本が。でこれ1本で、ね、牛乳1本分のカルシウム取れちゃうっていうぐらいすごいカルシウムも入っているので、まあ、牛乳が苦手な方とかね、日頃からちょっとあのカルシウム不足だなって思ってる方はね、この水めちゃくちゃおすすめです。そしてもう嬉しい、もちろんカロリーゼロですし、その便秘解消にものすごく効果があるのがこの超香水なんですよ。逆に軟水はね、あの便が緩い方、お腹が緩い方はね、あの軟水の方が合ってる、体質に合ってるんですけれども、もうめちゃくちゃ便秘とか、もうね、あの私の元のね、あのいらっしゃってるクライアントの方もそうなんですけども、先生も最近ね1週間ぐらいね便秘で出ないんですって、もう出てもコロコロってね、もうほんとウサギのねあの可愛いコロコロ
うんちみたいなね感じでね、もう本当苦しいっておっしゃる方におすすめしてるのも私このお水なんですよね。なのでこのお水飲むと出ましたっていう方がね非常に多い、まあ、もちろんね合う合わないがあると思うんですけども、もう往々にしてこの超硬水のお水を飲まれますと、要は硬水がね便秘の方向けなんですよ。で軟水は軟便、お腹緩い方向けなので、そこをしっかりとね気をつけてくだされば大丈夫だと思います。はい、ではいよいよ3つ目の項目です。どのように作ることができればその短期集中で痩せることがねさらにコントレックスでできるのかということで、今回私が作ったレシピご紹介したいと思います。で何を使うかと言いますと、こちらです。純リンゴ酢なんですね。でもあの私別動画でもうリンゴ酢ってもうすごくねダイエット効果健康効果高いんですよってことで、あもう熱く語ってる動画が非常に多いんですけれども、やっぱりねいろんなお酢がある中でもダイエット効果があるのは一番はこのリンゴ酢で、しかもこの純リンゴ酢になります。でこれはたまたまねあのイオンのトップバリューさんのブランドで見つけたんですけども、これ結構ねあのコスパいいんですよ。普通あの純リンゴ酢って結構ねあのまあ、お得のお酢に比べるとお値段張るんですけれども、こちらはねだいたいそういったのにも100円前後ぐらい多分お得なのでおすすめです。もしお近くにあったら選んでくださいね。でなんでこのリンゴ酢がいいかと言いますと、あの脂肪燃焼効果、まあ、促進しますし基礎代謝も上がるし、で結局その結果ですね脂肪がつきにくくなって、しかもこのお酢のすごいところは血糖値の急上昇、まあ、イコール太る元ですよね。糖質を取った時に血糖値が上がって、その間脂肪が一気に溜め込んじゃうっていうのをぐっとですね抑えてくれる効果があるのがこのリンゴ酢なんですね。そして数多くあるあの酢の、ね、中でなぜリンゴ酢が一番ダイエット向けなのかっていう理由はこの酢酸の働きに関係しているんですよね。なぜかというとリンゴ酢がね一番酢酸がね働き強いんですよ。そうすることでどうなるかというと腸の動きがとっても良くなって、もう便秘解消したり腸がどんどん蠕動運動がねできて、もうデトックスです。要は溜め込んでしまったものを体外にこうどんどんね大掃除してくれる効果がありますよってことです。そしてなんとですね満腹感も得やすいので、暴走するその食欲をね抑えてくれる効果もリンゴ酢にもあります。でまたカリウムが入ってますからね、むくみ防止にもあの役立ちますから、キュッとね見た目もすっきりということでリンゴ酢を選んでいます。でこのリンゴ酢の選び方ポイントなんですけれども、この裏の原材料名をチェックしていただくと、リンゴ果汁 100% のみでできているものをぜひ選んでくださいね。ここでねたくさん甘味料とかあの化学調味料とかも余計な添加物が入っているのは選んでしまいますと余計太ってしまいますから逆効果なので気をつけてくださいね。ではここからさらに痩せ効果をアップさせるこの飲むお水ですよねのレシピと、その具体的な飲み方、ダイエット効果を上げるポイントをお伝えしていきたいと思います。まず痩せる飲み方はですね、この先ほどのこのフランスのねコントレックスというお水、これ1本で 500ml 入ってます。これを1本ご準備していただいて、そこにこの先ほどの純リンゴ酢ですね、無添加のものを大体ね、まあ、お好みでいいんですけれども大さじ1から2杯までで十分です。これ以上入れてはねあの飲みすぎになりますからね。お酢もねいいんですけど取りすぎは NG なので、大体このコントレックスのこのボトルに大さじ1から2杯のこのリンゴ酢でもこれの、ね、中に入れちゃうんですよね。でよくこう振っていただいて作ります。でそして1日この1本を目安にですね数回に分けて、あのこれ一気に飲んでしまっても吸収できないので、だいたいあの、まあ、100から 150ml ぐらい、まあ、このボトルで言うとそうですね、まあ、3、4回ぐらいに分けて飲んでいただくといいです。でそのポイントなんですけども、あの食前がおすすめですね。リンゴ酢の効果を使ってやっぱり食前に飲むことで血糖値の急上昇を抑えることができますから、ぜひですねこのコントレックスのこのボトルそのまま使うと便利ですよね。もう洗い物もいりませんし、あのこれが1日かけて飲む量だなって分かると思いますから、飲み忘れ防止にもなりますし、目安がねあの簡単に分かります。いちいち測らなくてもいいので。
でこれ大きいねボトルタイプもあったんですけども、そんな一気にねもう 1.5 とか飲みにくいだろうなと思うんですよね。まあ、飲める方はいいと思うんですけども、逆にこれあんまり飲みすぎてしまうとお腹がピーピーってね下す方も多いので気をつけてくださいね。なのでまとめますと、目安としては1日1本このボトルに大さじ1から2杯のこのリンゴ酢を入れて飲む。ポイントは食前にということになります。で私はですね、このコントレックスを飲んで、その体重をあんまり今減らしたくなかったので、いっぱいはね飲まなかったんですよ。で私他にもいろいろ飲みたいものがあったので、だいたい1日その1カップ200ミリリットルぐらいを飲み続けた結果、便秘じゃないんですけれども、最近実はですね忙しすぎて寝不足なんです。ここでね暴露しますけどもね、皆さんにはね睡眠不足ダメですよなんて言ってる私なんですが、実はもうとにかくいろいろイベントを目白押しで忙しくって、睡眠時間減ってるんですよ。するとやっぱりね腸がね不調なんですよね今私。それで毎日出るんですけど、なんとなくその便の表面の滑らかさとかですね、ああなんかちょっと変わってきた、これは違ういつものっていう便になってきてるんですよね。でちょっとこうなんか出るけども、なんかちょっと残ってるなみたいな感じだったのが、これ飲み出してね、あ出たってすっきりってね、便秘本当に効くんだなって。便秘じゃなくてもですね、やっぱりしっかり全部出てない方ってそれ便秘なんですよね。なのでこのお水飲み出して、あなんか最後まですっきり出たなっていうのをすごくね実感したところでございます。で実はですね、じゃあダイエット効果どうなのっていうところで、まあ、私自身はとこれ以上体重落としたくなかったのでですね、そのがっつりダイエットのために飲んだわけじゃなかったんですよね。どっちかっていうと便秘気味だったのを改善したかったのが私のタイプで、実はですね、でもやっぱりその効果を知りたいなと思って、でもさすがにねお年頃の JK の娘にそれを頼むのもね、まあ、受験生ですしちょっと悪いなと思って、そうだって主人がいたと思ってですね、これをごっそり買ってきて主人に実は毎日毎日1週間飲んでもらったんですよ。そうしましたらどんな結果だったかと言いますと、もうたった1週間で主人はですね 2.1 キロ体重が落ちてしまったというすごいなと思いましたね。あやっぱり効果出るんだなと思いました。でまたこのコントレックスだけ飲むよりもこのお酢を入れることでね飲みやすくなるんですよね。まあ、ちょっとこれだけで酸っぱいなっていう方はちょっとね小さじ1からまあそうですね、甘いのが好きな方は大さじ1ぐらいまでかな、蜂蜜電子レンジでチンするといいですよ、溶けやすいので。蜂蜜入れちゃっても OK です、飲みやすくなります、ものすごく美味しいです。なので、まあ、ジュース感覚で飲みたいなっていう方はこれにね天然の国産の蜂蜜おすすめですけども入れて もうさらにダイエット効果、蜂蜜もありますからいいと思うんですよね。なのでまずおすすめはですね、1日1本リンゴ酢を追加して飲んでみるということで、もしねあなたもすぐご実践していただいて効果が出ましたら、この YouTube のコメント欄にね先生痩せたってねどんどんコメントいただければ嬉しいです。さあいかがだったでしょうか。今回は痩せる水、このコントレックスを使ってさらに痩せる水を作ってみました。リンゴ酢のパワーを使って健康的で綺麗にダイエットを成功させてくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。